私が来てもよかったんでしょうか。邪魔だと思いましたら いつでもおっしゃってください。ゲヘラ学園給食部のジュリと言います。お腹が空いたらいつでも私に言ってくださいね。説明や解説が必要なら私に任せてください。だって舐めないで。最高のプレイで先生をお手伝いしますね。説明や解説が必要なら私に任せてください。試練が怖い時、苦難に負けそうな時、私が一緒に立ち向かってあげましょう。ゲヘラ学園給食、お会いできて嬉しいです先生。先生はどんなレースが好きですか？ごきげんよう。あ、こっちの言葉の方がより自然かもです。はじめまして。怪我をされた方はいらっしゃいますか？私がすぐに駆けつけますよ。会えて嬉しい先生。ミレニアムの力を先生に見せてあげる。ミレニアム学園音瀬こたま、先生の声が聞こえたのでここに来ました。浦和花子です。これからいろいろとよろしくお願いしますね。はい、それはゲヘラ学園給食部のジュリと言います。お腹が空いたらいつでも私に言ってくださいね。相変わらずゲヘラ学園風紀委員会所属の行政官アマンアコ、今後は業務提携とのことでどうぞよろしくお願いいたしますね。